読みつき松本です。2022年に発売になって話題沸騰のワークマンのキャンプ道具、過去動画でもご紹介しましたけども、私もですねかなりの大散財ということでいろいろなアイテムを買い揃えていますけども、これからねキャンプを始めたいですとか、キャンプ始めたけど何を買っていいかわからないという方に向けてですね、ワークマンのキャンプ道具は果たして一番初めに買い揃える道具としてどうなのかというところをね、今回購入した商品をレビュー比較をしていきたいと思います。名付けて2022ワークマン散財ツアーということでお送りしておりますけども、今回のテーマはマット編でございます。前回ですねシュラフ編としてお送りしたんですけども、続々とですねその後も新商品届いておりまして、今回ねマットが届いておりますので、ドンとワークマンで販売しているマット2種類あるんですけども、2種類とも購入してみました。まずはですねこのマットを2種類どんな商品なのかということで、商品の特徴ポイントを絞って開封レビューをしていきたいと思うんですけども、その後ですねドンと他にもですね私マットも持っているんですけども、特にですねこれからキャンプを始めたい方に向けてですね、初めてのマットということで、価格がね安いところをメインにどんなマットがあるのかというところと、初めにねこういう方にはこのマットがおすすめですよみたいな感じでワークマンの製品も交えて比較検証を行っていきたいと思いますので、最後までね見ていただければあなたのね初めてのマット選びの参考になるかもしれませんので、ぜひね動画最後まで見ていただければと思います。ちなみにねほとんどの製品が2000円以下で、全て3000円以下のマットとなっておりますので、比較的ね手に取りやすいものが多いかなと思いますので、高いものは出てきませんので気軽に見ていただければと思います。ということで今回は私が購入したワークマンのマット2種類、まずはねポイントを絞って開封レビューをしていきたいと思うんですけども、1品目はこちらですね、セパレートインフレッターマットです。価格が2900円となっているんですけども、名前通りですねちょっと普通のマットとは違って特徴がある仕組みとなっておりますので、早速見ていきたいと思います。よいしょと、開けた感じはこんな感じです。ゴムバンドが付いているのは嬉しいですよね。広げてみますと、はい、こんな感じ。セパレートの名前通りですね、2枚のインフレーターマットが入っております。で、このインフレーターマットの端っこにバルブがついておりますので、ここを緩めると空気が入ってある程度自動で膨張する仕組みになっております。空気を入れている間にこの商品の特徴をですね簡単にまとめてしまいますけども、なんといってもですね2つに分かれているのが結構ポイントで、バルブもね2つそれぞれについているということなんで、1枚のねインフレーターマットを膨らますよりも時間的にもねスピーディーに1枚あたりの面積が少なくなるので、膨らむまでの時間が短いという点が、まあ、特徴の一つではあります。またね分かれていることによって1枚単位でも使えるようになりますので、例えばね車中泊とかスペースが限られたところで使うときに、1枚のね大きいインフレーターマットですと折りたたんだりしなきゃいけない部分が出てくると思うんですけども、これだともう1枚だけで使えるという点もありますね。で、このように今ね本当にただほっといただけですけど、もうほとんど入ったような感じがしますね。確かに1枚タイプよりだいぶ空気が入るのは早いです。で、最後ちょっと空気の入りが足りないなと思ったら、このバルブのところにこういった形で空気を入れることでパンパンに膨らますことができます。はい、こんな感じで膨らみました。そしてバルブがついている反対側はボタンがついてますので、ボタン部分をパチンと止めることで1枚の大きなインフレーターマットとして使えるということになります。ちなみに厚さはね 2.4 センチとなっておりますので、極厚というわけではないですけども最小限のものが期待できるかなと思います。これが1品目のセパレートインフレーターマットです。で、2品ね一気にいっちゃいますけども、もう1品はこちら、ワークマンさんで新しく発売されたアウトドアマットレス、こちらは1900円となっております。価格的にはねこちらの方がお安いんですけども、大きさはね先ほど初めに見ていただいた通りちょっとこちらの方が大きくなっております。開けてみます。ドンとこんな形になっております。先ほどよりもねやっぱちょっと大きく感じますけど、もう持った感じがね全然違うんですよね。これもゴムバンドが2つついておりまして、外すとこのように広がる仕組みになっております。これに関しては空気を入れる必要とかもないので、広げれば即使えるという仕組みになっております。大きさに関してはですね、セパレートできるタイプのマットの方が縦は長いですね。アウトドアマットレスの方はちょっと身長が180センチとなっておりますけども、身長が高い方はね、もしかしたらちょっと体の全てをこれだけで賄うというのはね、難しいかもしれません。この2つがですね、今回ワークマンさんで発売されたマット2種類となっております。
で価格がね2900円1900円ということで1000円の差があるんですけども、そもそもねマットがどんなものかというところなんですけども、地面からのね熱、特に寒い時期とかですと地べたにねそのまま寝たことがある方はわかるかもしれないんですけど、地面のね冷たさが直に伝わってくるので結構ね寝るの大変なんですよね。ということでマットはね特に寒くなってきた時期は大切かなと思いますので、温度をね遮るというのが一つ大きなポイント、それからデコボコを防ぐという点がねキャンプにおいてはこの2つが大きなポイントかと思うんですけども、まだねキャンプマット持っていないという方はですね、そういったところを観点にこれからのレビューも見ていただければと思うんですけど、まずはこの2つちょっとね実際に寝てみて感触を確かめたいと思います。まずセパレートタイプね。なるほど、うちの中で今絨毯の上に敷いて 2.4 センチのね厚みのインフレーターで寝てますけど、うん、かなりクッション性は感じますね。セパレートのねこの間の部分ちょっと気になるかなと個人的には思ってたんですけど、全然気にならないですね。問題なく使えると思います。これがセパレートの2900円のタイプ。それからもう一つこちら、私的にねこちらの方がどちらかというと気になっていたんですけど、なるほどこの感覚は新しいですね。あーなるほどなるほど、これ中にウレタンフォームが入っていて膨らますタイプではないんですけど、わかるかこれ押すとちょっと低反発っぽくなっているんですよね。これが最大の特徴だと思うんですけども、全然ね寝心地に関しては違います。1900円の方はどちらかというと通常のね布団に近い感じがします。でこちらはキャンプとかでねよく使われるような、まあ他のメーカーでもねこの手のタイプあると思うんですけども、セパレートできるっていうのはねワークマン独自の特徴だと思います。ということでちょっとねタイプの違う2種類のマットが販売されましたということです。これからねキャンプを始めたい方にお勧めできるかどうかですね、他のメーカーの商品との比較をした後にですね一緒に考えていければと思うんですけども、私が持ってるですね他のメーカーのマットですと一番よく使ってるのはこちらですね、ベントラックスさんのインフレーターマットで、これはね厚さね8センチもあるので今回のやつとちょっと比べると価格もねやや高めではあるんですけど、マットとしては安いとは思うんですけども、今日ご紹介する商品と比べると高いんですけども、このね厚みが8センチ以上あるマットに関しては本当に断熱性も優れていますし、クッション性も優れているということでコットの上にねよく敷いたりして使っておりますが、今回ね比較対象としてはちょっとねスペックが違うかなというところがありますので、ドンドンとこの2つを用意してみました。1つはですねキャプテンスタックのエバフォームマット、これもねマットが気になっている方は結構見たことある方多いと思うんですけども、通常はねこういう折りたたみタイプで持ち運ぶんですけど、こう結構クッション性があってデコボコがあるタイプのマットで、ある意味ねマットの王道的なね扱いで初めに買われる方も多いと思います。私もねこれ一番初めに買ったマットとして今でもたまに使っていたりします。ハンモックの中で使ってねビリビリに破けてしまっているんですけども、品質的には問題ないのでね使い続けています。これもね2000円しないぐらいで買えますね。それからこちらモンターナのアウトドアマットなんですけど、今回のこのねセパレートタイプのマットと非常にスペックが似ているんですけど、モンターナ製品に関してはここのねセンターにバルブがついていて、ここを緩めることで空気が入る。ただセパレートになっていませんので1枚全部に空気が入るまでセパレートタイプと比べるとちょっと時間がかかりますよという違いはありますね。あともう一つ大きな違いとしてはモンターナ製品に関してはここ頭の部分に空気を入れる口がついておりまして、空気を入れるとこのようにですね膨らむので枕としても使える機能が初めからね標準装備されているというのがモンターナさんのねマットの大きな特徴かと思います。もちろんマットの部分も空気のね膨張が足りなければ息を入れて膨らますこともできます。はい、こんな感じです。すべてね広げてみた感じですけども、このねモンターナのものとかキャプテンスタックのものはね結構使ったりしておりますので、実際ね長く使っている私のね個人的な思うところをまとめつつですね、これからねキャンプを始めたい方がですね一番初めに選ぶマットとしてどれがおすすめなのかというのをですねまとめていきたいと思います。まずですね価格に関してはこのキャプテンスタック、それからこのモンターナのこの枕付きのインフレーターマット、それからこのワークマンのアウトドアマットレス、このね3種類に関してはなんとね2000円を切っていることが多いと思います。モンターナに関しては私がセカンドストリートで調べた価格だと1980円くらいで販売しておりますし、アウトドアマットレスも同じ、それからキャプテンスタックはねもうちょっと安くて1900円前後だと思いますので、まあこの3つはねおおよそ同じ価格帯かなと思います。製品の特徴としてはですね、今回のこのモンターナの枕付きのキャンプマットとワークマンのこのねセパレートタイプのマットがまあほぼ同じかなと
厚みに関しても2センチからね 2.5 センチ前後ということで、触った感じもほぼ一緒ですし、寝た感じもね非常によく似ております。ただね、今回のワークマンの製品は2つにね分割できるという点で、やっぱりね空気を実際に入れてみると、面積的にも当たり前ではあるんですけども、およそね倍の速度で空気が入るというのは一つ大きなメリットかなと感じましたが、実際の使い心地などに関してはそれほどね大差はないかなと正直思います。ので、まあモンターナのねこの製品は1980円でセカンドストリートで販売されておりましたので、私ねモンターナのねアンバサダーをやっているからということではなくてですね、コスパ的にはモンターナのマットの方がスペックに対しては優れているかなと思う点もありますが、車中泊とか限られたスペースで使うとか、そういう使い方をする場合はですね、このワークマンのセパレートできるっていうのはね、逆に言うと唯一無二の強みになってくると思いますので、使用用途によってはですねめちゃくちゃ強みになると思います。で、このねアウトドアマットレスに関しては、今回ご紹介したこの他のマット3種類と比べると、一般的なキャンプマットという括りではないような気がします。というのもめちゃくちゃ柔らかくてですね、寝心地はほんと低反発っぽくて、他のね製品よりも実は厚みもあるんですけども、低反発でふかふかしたような寝心地のマットですので、キャンプで例えばゴツゴツしたところにこれを敷いてというと、寝心地は間違いなくいいと思うんですけども、凸凹を防ぐ用途で考えると、この手のインフレタマットとかエバフォームのマットとかに比べるとちょっと劣るのかなと個人的に思いました。逆にですね、寝心地に関してはいいので、コットの上で使うとかそういう用途であれば、よりね高い睡眠の質を得られるマットのようには感じました。ということで、まあこれはね、本当に逆に言うと持ち運びに関してはこう折りたたんで持ち運ぶので、かさばる一面もあるにはあるんですけども、逆に言うとね、インフレタマットのように空気を入れたりする必要もないですし、ガバッと広げてそのまま使えて、なおかつねこのね柔らかいデコボコの形状で、ある程度熱を通さない仕組み、それからクッション性もあるということで、あらゆる方にねおすすめできるかなと思います。ということで、最後にですね、これからマットを買いたいという方がどれをおすすめしたいかというところで、ワークマンのね新商品も絡めてですね、今回ご紹介した3000円以下の個人的なね考えをお話ししますと、まあ、一番はですねこれかなと思います。キャプテンスタックのこのマット、もしくはもうちょっとねお金を出してもいいんであれば、サーマレストの Z ライトソルとかね、ワックさんとかね、他にもマットいっぱい出しておりますけども、この手のマットは長く使えるんですよ。なんか一度買ってしまえば劣化して使えなくなるまで相当長い期間ね相棒として活躍してくれると思いますし、後々ですねこれでも物足りないとなった時も、例えばこれの次にこういったタイプのインフレタマット買いましたよっていう時にも、インフレタマットのね下に敷いて使うことでさらに断熱性を高めたりっていうこともできます。なので初めはね冬キャンプとかしないから、まあ安いマットでいいやと思って、今回のようなねマットを購入することがね多いかなと思うんですけども、後々ね冬キャンプをやりたいとなった時に、冬キャンプとなってくるとやっぱね地面からの断熱性かなり大事になってきますので、ちょっとまたね別に動画にするかもしれないですけど、 R 値というね断熱の値を示した数字があるんですけども、そのね R 値が低いものだともう寒くて寝られないみたいなことが結構あるんですけど、マットって重ねて敷くことによってその R 値を高めることができますので、下にねエバフォームマットとか Z ライトソルみたいなものを敷いて断熱性を高めるみたいなこともできますので、長く使えるという点と重ねて使うときに使いやすいという点も踏まえると、まあこういったマットを一つ持っておいてもいいかなと個人的には思います。で、今回のワークマンの新商品にポイントを絞ってお話しすると、このね、セパレートタイプ、もうこれに関しては、本当に車中泊とか、限られたスペースでキャンプをされる方ですね、に関しては、このね、ほんと2つに分かれるっていうのは大きなメリットになると思いますので、これからね、マットを買いたいと思っている方で、車中泊もね、視野に入れるという方は、今回のセパレートマットも面白いと思います。そして、こちらのね、アウトドアのマットレスに関しては、これはね、キャンプマットというよりは、本当に寝具に近い感覚でいいと思います。なので、断熱性とか、デコボコを防ぐというよりは睡眠の質を向上させるという意味で使われることが多くなるんじゃないかなと思いますので、かなりねふかふかで寝心地はねいいのは初めに言っておきますけども、中のねウレタンフォームが柔らかいので、例えばコットの上で使うですとか、断熱性とかクッション性は他のものに任せて寝心地だけを上げたいとか、そういう時に使う分にはかなりいいと思います。何せよ1900円なんで、ある程度そういった使い方もするかもなと思う方はですね、一つゲットしておいてもいいかもしれません。
回ご紹介した価格がね安いタイプのキャンプマットに関してはどれもね冬キャンプにこれだけで挑むみたいな使い方はちょっと正直厳しいかなと思います。まあ厚み的にもですね断熱性的にもどちらかというとライトな環境で使う方が対象となってくるとは思いますけども、先ほども言ったようにですね重ねて使ったりですとか車中泊で使ったりですとか、まあ本当に発想力次第でいろいろな用途に使えるものだとは思いますので、気になっている方はですね今回のワークマンの新商品2品ワークマンのオンラインショップでね調べてね、もし自分のスタイルに必要だと思ったらねぜひね購入を検討してみてください。今回はですねワークマンの新商品に焦点を当ててですねマット編ということで、価格が安いマット4種類をワークマンの新商品とともに比較して、個人的にね初めてのマットにはこれがおすすめというところまで、掘り下げてお話をしてみました。もちろんねキャンプスタイルによっていろいろ考え方が違うと思いますので、皆様のねキャンプマット、初めてマットを買いたい方におすすめできるキャンプマットみたいのございましたら、ぜひねコメント欄までお寄せいただければと思います。今後もねワークマンの新商品まだまだ実はありますので、ワークマン散財ツアーとしてですねしばらくワークマンの商品にピックアップして動画をお届けしていければと思いますので、よろしければねチャンネル登録してお待ちいただければと思います。その他にもですね100均のキャンプ道具ですとかちょっと面白いキャンプ道具などですね、キャンプ初心者の方に向けてですねこういった商品もあるよといったようなね動画をどんどん出していければと思いますので、ぜひねチャンネル登録してお待ちいただければと思います。ということで以上やみつき松本でした。じゃあね。